おっす、大阪空手 TV です。初めてね、普通のチャンネル名を言いました。はい、空手着ね、皆さんね、あの入門した時ね、まあグチこれマーシャルワールドなんですけど、まあどこでもいいんですけど、これ生地が入門用の生地っていうのは硬いんですよね。硬い、まあ硬い方がね、安全に守られるんでいいんですけども、これね、これね、これこれ軽油ナインっていうやつですわね。僕的にはこの空手着の方がいいんですね。強いしね、長持ちもしますけども、選手の人たちはできればね、ちょっと軽くて、ストレッチ生地を買っていただいたらなと思います。これ私もこれストレッチ試合用っていうかね、まあ普段これ一回来たらこれやめれなくなるんですけども、こんだけ伸びます。これストレッチなんで、伸び伸びジーンズってありましたよね。あんな感じで伸びます。これね、ビヨンビヨンビヨンってね、こう分かるかな、すごく伸びるんですよ。生地的にはどうなのかなと、強いのか弱いのか分からないけど、やっぱりこっちのね、昔イサミっていうね、極真空手でイサミの方が多かったんですけど、イサミのやつも良かったです。キナリっていうやつね、これが真っ白ですけど純白ね。もともと純白の空手着なんてね、極真空手ではね、茶帯以上しか着たらあかんという昔ね、そういう話もあったんですよ。これは白ですけどね、純白ですけども、キナリっていうやつね、それはなかなかね、なかったんです。これ生地がついてるな、こんなんついてんの、生地がついてました。新品の、今日入門者が来るんでね、渡しますけど、まあ空手着っていうのは防具なんですよ。防具ね、安全に守られるために着なくちゃいけないんですよ、これね。はい、だから硬い方がもちろんいいです。ただ夏はね、暑いんですよ、ね、暑いんですよ。だから、私もこれどっちも持ってますけどもね、着た時はやっぱりこっちの方がしっくりきます。硬い方の方が、はい、空手着てるなって感じ。こっちはね、すごく軽いんですよ、ほんまに。むっちゃくちゃ軽いんですよ。もうペラペラなんですよ。ペラペラ、ペラペラ、ね、ペラペラ。で、ほんで、蹴りもね、すごく伸びるんですよ、足がね。我々みたいに体が硬い人もね、かなり足がね、上がるようなイメージです。はい。ズボンもね、ちょっと見にくいな。ちょっと今日は三脚持ってないんでね。三脚も持ってないんで、ちょっとね。これね、すごく伸びるんですよ、これ。ビョンビョンビョンとね。ビョンビョン。ということは、こうね、膝がこう、ね、膝がこう やりやすいというかね、ビヨーンと伸びる。こんだけ伸びます。ほんまに昔の伸び伸びジーンズって昔流行ってました。あれと一緒ですよ。今もあるでしょ、ジーンズでね。それぐらいビヨーンと伸びます。ということです、皆さんね、今日はたったそんだけですけども、まあ選手の人はね、絶対こっちの方が動きやすいです。こっちの方がね、こっちはもうちょっと袖が長かったらね、肩とかね、極真空手でやる人は肩とかがめちゃくちゃこっちの方が音がするんでね、パンパンと音がするんでいいと思います。はい、まあ、空手着自体はさっきも言いましたけど、こっちの方が丈夫で安全です、ね、ただ動きやすいとなるとこっちです、ね、だからね、やっぱり試合でね、これ着てる人とね、こっち着てる人ではね、動き方が違いますよ。そして今の子供たちは極真ではあんまりないんですけど、ワッペン、松井派の時は一回もワッペンつけられなかったんですけど、ワッペンをぐわーつけるでしょ。ということは硬くなるでしょ。だからね、パンチもね、やりにくいと思いますよ、私はね。私つけたことないですけどね、ワッペンね。今の子供たち見たらもうブラジリアン柔術みたいにつけてるでしょ。あれはね、背中もつけてたらね、硬くなるんで、ちょっとパンチがね、出しにくいんじゃないかなと私勝手に思ってますけど。はい、だから防具は皆さん一緒のもんつけてね、空手着はゴワゴワしてるやつと薄いやつとね、どっちもが試合できるっていうのはちょっとね、よくわからないんですけどね。だからそれはね、皆さんがどっちを選ぶかですよね。痛みに耐えようもったらこっちだし、痛みに耐えようってはおかしいけど、痛みがないのはこっちですわ。絶対違います。こっちはもちろんね、痛いんでねシャツ着てるようなもんですからね。ただ軽くてめちゃくちゃ軽いです。もうペランペランやから。はい、そういうことですよ、皆さんね。まあ、空手着をね、皆さん大事にしてください。大事に、帰りもちゃんと畳んでね、する人はチャンピオンになってますから、うちでもね。はい、で大事にしましょう。シミもつけないようにね、してください。やっぱり物を大事にしないとね、野球選手でもサッカー選手でも一緒でしょ。グローブを磨いてね、バットをね、手入れしてっていうのと一緒で、空手着もね、きれいにしっかり折り畳んでね、皆さん持って帰るようにね、してください。で、子供たちは特にね、空手着をちゃんと畳めるようにしとかないとダメですね。これ、めちゃくちゃやけど。
はい、そういうことで今日はカラデイのね、ペラペラなカラデイのご紹介でした。これは KUS-1 っていうやつです。 KUS-1 ね、各道場にも多分ねストレッチ生地が多分あると思いますので、皆さんね、夏場なんか絶対こっちですよ間違いない、一回来たらやめれなくなります。以上です。